どうした？あら、マミ。なんかあった？ん？じゅんさんとさとみさんが結婚？誰それ？ん？ん？あれ？なんか見たことあるの顔だな。あれ？これ昔一緒にサッカーやってた時は兄弟じゃね？左が俺と同じ年ののぞむ、右がじゅん。え？そのじゅんが結婚すんの？いつよ？マジかよ。おいパラオとパラミ、寝てる場合じゃねえぞ。今から着替えてパラデル漫画でお祝いすんぞ。てかパラオ同じ服じゃね。まあいいけど。はい、じゃあパラオとパラミはこの紙に2人の新郎新婦の、ね、名前をここに書いて、ここ出てくる感じでこう書くといいかな。頼む。さあこちらの僕はというとですね、今回のパラデル漫画で重要な役割を担うものを書いて出したいと思います。いやー、それにしてもあんなちっちゃかった純が結婚か。パラデル漫画で幸せの追い風を送ってあげないとな。お、追い風と言っていたらドライヤーができてきました。パナソニックの人か。さあ1個目のサビが来たんで、サビと一緒にドライヤーを出したいと思います。よっ、おー、いいね、色もいいね。パロットパラミ、そっちどう？え、お前ら何やってんだよ。パラオ、ジュンのジュの字はチに点々じゃねえよ、シに点々だって。そんでパラミ、今回の新婦の名前はさとみさん、ささみさんになってるって。二人ともさっきはちゃんと言えてたじゃねえかよ。え、ちょっと待って、もしかして、うわー、全部それだわおい、パラオとパラミ、お前らがこんだけできればもう上出来だよ。もうあと俺がなんとかやっとくから、遊んできていいよ。切り替え早いな、あいつら。よし、これで半分の150枚ぐらいかな。ここに置いて後半戦も頑張ろう。よっしゃー、最後の紙いった。パラオとパラミ、そろそろ仕事だぞ。なんで大事な玄関ケチャップ倒してんだよ。もういいよ、俺がなんとかしとくから。はい、じゃあうちは書くんで二人ともこっち来てください。こっち、はい、そしたら書いた300枚をここにセットして、ドライヤーとうちわで風を送れ。Yeah.